寝起きで問題解いて解説してみた。全知識。いやこれむずいと思う。本当間違えるふり。どうぞ始まりました。まちゃチャンネルです。さあ今回ですね、寝起きで問題解いて解説してみたっていうのをやりたいと思います。はい。現在は、はい、起きてまだ、そうですね、5分も経っておりません。このパーカー着ただけです、まだ。なんで、この状況で果たして問題をですね、解いて、そしてそのまま解説することができるのかっていうのをやってみたいと思います。適当に問題は選ぼうと思います。いやー、もうだって、何話そうとしか忘れちゃった。昨日、あ、そう、今、クイズ機能ついてるんで、コミュニティタブでクイズできますので、で、これ期間限定なのかなみたいなんで、みんなが使えるわけじゃなくて一部のユーザーが使えるので、で、まだベータ版なのか何なのかで、もしかしたら使えなくなっちゃうのかと思うので、一時的なものの可能性もあるので、皆さんその場合、はい、ぜひ使ってみてください。楽しんでみてください。コミュニティで。で、コミュニティで昨日はさ、失敗っていうか、コミュニティって、電波悪くてやると、連続投稿みたいになっちゃうんですよ。だから昨日のね、撮影場所はすごい電波悪くて、Wi-Fi が届かなくて、それで投稿したらね、すごい大変なことになっちゃって、たくみさんがツイートしてましたけど、そう、大変なことになったんですよ。で、もう、ほんと一瞬で、登録者350人いなくなったね。多分合計で400人ぐらい。あれ、1時間半ぐらい。なってたみたいなんで、相当数がいなくなったそうです。はい、それではやってみましょう。適当に開きます。はい、はっ、これはなんだ、駒沢か。はい、A story from ancient times about people and the events which may or may not be true. 本当か嘘かわかんない話。 Legend、 伝説ですね。Adventure、 documentary、 lesson 違うね。 Light and small enough to carry or move。 Portal、 はい、動かせる、運べる。removable は取り外せるでしょ。stable は安定してる。visible は見える。to face, meet, or deal with a difficult situation or person. ね、直面する、confront でしょ。front はこれ、顔って意味ですかね。contact はただパズル混乱させる。stress 強調する。share between two or more people or group. share する。mutual, はい。相互の。レスペクトフルな尊敬するわけですよ、相手方にね。はい、toward、 前置詞、レスペクトフル toward 誰々とかだ、これ。アンコモン、共通じゃないやつ。A son of your sister or brother、 あなたの兄弟の子供ですね。brother-in-law、 義理の兄弟ですね。cousin、 いとこ、nephew、ニース。あ、これね、ネフィーとニース、ほんと間違える人だよね。ネフィーが男の子。ニースが女の子ですからね。だからネフィーが正解です。これも英作文でも逆で書く人超多い。次。次の各文の意味に最も近い語句を、句を選びなさい。Research into the relationship between poverty and being overweight gives us food for thought. はい。makes us think deeply about the topic. 正解。それについて考えるわけでしょ。なんかさ、答え多くね。もういいよ。provides cooking advice for poor people. 違います。requires food to help us concentrate. food、 これは比喩的な food ですね。suggest the economic importance of food。 まだこれも food が本物の food になってるな。鼻水が。A small change in the way I sleep made all the difference. はい、眠り方を変えたわけですね。Had no effect. 違う。Was not influential at all. はい、逆。Was very effective. はい、正解。効果があったですね。Make difference って基本的にはね、いい時に使うからね。はい、Was very unique. 違います。はい。次、The governor failed to address the issue of the state's financial insecurity. Address the issue ね。はい。attend the ceremony 違う。label the edition 違う。send the report 違う。tackle the problem 正解。はい。address を tackle と言い換えてますね。まあ、deal with とかでもいいですね。problem と issue の言い換えも今日はね。it was not easy to keep in shape while having to stay inside in my room for a long time. build a balanced object with my hands. ん？なんだそれ。なんで作った？ eat a well-balanced diet.
このバランスの取れた食事をする、まあ近いけどね、 form a particular shape、 keep の意味がないかな、 maintain a good physical condition、 はい、やってるこれね、 keep と maintain のこうなんか似たような意味のやつですね。はい、次、 some students temporarily withdrew from school due to money problem departed for the moment、 はい、一時的に、で次 dropped out、 ああもうやめちゃうだけど temporarily だからね、took a leave of absence、 休暇を取る、 went for an excursion、 何あれだ、遠足行く、うわー、この depart っていうのが出発ってことだよね、だから何、休学じゃなくて出発してるよってことなんでしょうか、で drop out しちゃったらもう完全にやめちゃってるよね、だから C じゃない、休学ってことだよね、さすが D はないでしょ、はい、いやこれむずいと思う。次、 It is normal to be kept waiting はってね、はい、ああはいはいはい、 keep waiting のね形ね、そう、 wait ね、他動詞にしちゃいけないやつね、 some people object to ing だから D、 object to staying、 次、 Paul's explanation なんとか、 so Monica couldn't understand it was confusing ですね、はい、混乱させるものだった、あ、was confused とかないね、これネイティブに言ったらな、そしたらネイティブこっちでも言えんじゃねえってなるパターンじゃない、オーディなんとか were taken to the taken to hospital by ambulance、 だからオーディ injured ですね、はい、怪我をした人たち、 A reward will be given to finds the missing cat、 whoever finds the missing cat ですね、はい、主語の部分がないからね、で猫を見つけられるのは人間ですから、 what ものじゃない、次、 I really liked your suggestion at the meeting. I'm happy to along with it. あ、go along with it. これさ、英検準1級の、動画に出てるよね、この問題ね。アメリア邸に特化したやつ。Since my parents worked full-time, my caring grandmother mainly looked me as a child. とか、look after 世話をするだろうね。look, 普通ね、as が来てるからさ、on を入れたいんだけどね、on upon look on A as B で A イコール B とみなすなんですけど、ないから、これは世話するの方でしょうね。はい、という感じでした。合ってるかは知りません。答え合わせもめんどくさいのでしません。はい。なんで、はい。ご視聴ありがとうございました。またなんかでやってほしいみたいなのあったら、言ってください。眠い。しょうがない。もう今日のね、動画まだ撮ってないし。はい。これがそのまま、これをもう出すしかないんです。はい。ということでした。ご視聴ありがとうございました。ぜひクイズでやってください。